百貨店は、かつて、三重県松阪市と伊勢市にあった百貨店。株式会社、三幸百貨店が運営していたが、店舗閉店後、同社は2007年5月31日に生産が、欠了した。三考百貨店は、三重県南西、東九州地区唯一の百貨店であったが、ジャスコ等の郊外型ショッピングセンターの開業が、相次いだため、売り上げが急激に下降し、 2001年の伊勢店閉店に続き、2006年8月29日には会社そのものを解散する発表をし、同年末に松阪店を閉店。閉店後、会社生産に先立ち、三重交通と関係が深い、近畿日本鉄道グループの近鉄百貨店に、百貨店営業に関する権利、義務の一部を譲渡し、一部の商品券について、近鉄百貨店グループが発行した。 商品券と同じ扱いになった。空き店舗となった旧伊勢店三重県松阪市警庁509の2。跡地は2012年4月時点駐車場である。松阪市では三越伊勢丹ホールディングスの店舗誘致を進めており、その候補地の一箇所として2014年5月8日に松阪店跡地が視察対象となった。三重県伊勢市宮後しろ1丁目1番1号。 閉店後、毎週木曜日に閉店した店舗を利用して、午後市が地元有志で行われていたほか、バス乗り場として使用されていた。2014年5月に建物が撤去され有料駐車場となった。2014年12月11日、跡地に12階建ての参考院、伊勢市駅前を2016年12月に開業することが公表された。ありがとうございます。